おはようございます。赤尾です。本日は朝の目覚めよう怖い話103をお送りいたします。では、早速。朝子はー。俺は昔、24時間営業の喫茶店でバイトしてたんだが、その店では本当にいろんなことがあったんだ。数えきれないくらいの、怪奇で不確かな体験。その中でも特に、店の常連客でもある、通称メロンちゃん、ほぼ毎日メロンソーダばかり注文する彼女に対し、バイト仲間たちが勝手につけたあだ名、という女の子が絡むと、本当に怖い体験をすることが多々あった。今からその一部を話したいと思う。良ければ最後まで付き合ってくれ。まだまだ夏の残暑に苛まれる日々を送っていた時のこと。その日、例に漏れず俺は深夜の喫茶店のアルバイトに来ていた。時刻は深夜2時。客はたった一人。いつもの気だるそうな表情でメロンソーダを飲み干す、メロンちゃんのみ。ひょっとしてこの店の売り上げのほとんどは、彼女の飲食代で成り立っているのでは?と、バカなことを考えつつ、俺は本日3杯目のオーダーであるメロンソーダをトレイに乗せて彼女の元に運ぶ。ゆるふわな長い髪に整った顔立ち、情がつく変人でなければ、デートにでも誘いたいくらいの美少女なのだが。お待たせしまし。そう言いかけてメロンソーダをテーブルに運んだ時だった。とメロンちゃんは何も言わず席を立ったかと思うと、そのまま化粧室のある方へと足早に行ってしまった。え?あちょ。接客ぐらいちゃんとさせろよと内心悪態つきつつ、俺は誰もいないテーブルにメロンソーダを置いた。その時だ。といういびつな音が、突然耳に入った。音の方に目をやると、そこにはメロンちゃんがいつも愛用しているノートパソコンがあり、ディスプレイには何やら動画が再生されていた。なんだ、この映像?その動画は、どうやら車内映像のようだった。ドライブレコーダーってやつだろうか?画面には、車がどこかの道路を走る風景が映し出されている。画質はそれほどよろしくはない。車内の様子からして、車は大型車のようだ。映像の左上には日付らしきものが見える。2005年前の映像か?時刻は午前6時と書いてある。片側2車線の道路を、車は左車線を直進していく。車が揺れるのと同時に映像もかすかに揺れるため、ずっと見続けると酔ってしまいそうだ。なんだこれ。俺は画面から目を背け、空になったグラスをトレイに乗せテーブルから去ろうとした、その時だ。去り際にもう一度見たディスプレイの映像に、俺は思わず目を奪われた。左車線を進んでいく車、その前方に信号のある交差点が見えてくる。車の前方に見える交差点、その交差点には1台の大型バイク。道路左側を走行しているかのように見えた大型バイクだったが、突如左にウインカーを出しながら大きく右車線にはみ出し、大型バイクがその場で左折し始めたのだ。大型バイクは車の前を横切るような形で左折していく、車間距離が見る間に縮まっていく。次の瞬間、と、小さく俺が声を漏らしたとき、背後から耳元で。ガシャーン。おわ?驚く俺の声が店内に響き、同時にトレイからグラスが落ちそうになった。慌ててグラスを手で押さえつける。セーフ、危うく1時間近くの給与が消し飛ぶとこだった。誰?思わず背後から声をかけてきた人物に吠える。見るとそこには。お、ナイス。と、気だるそうな顔で、両手でパチパチと拍手を送るメロンちゃんの姿が。ナイス、じゃねえよ。俺は思わずメロンちゃんを睨みつけた。すると、メロンちゃんは拍手する手を止め、急に冷めたような口調でこう言った。あれ、見たんですか?あれとは、さっきの映像か?俺は急に気恥ずかしくなり、急いでメロンちゃんに弁明した。盗み見たつもりはない、ただ再生されていた動画が視界に入ったから、思わず見てしまったわけで。再生?私、電源落としてましたけど?え?いや、だって俺が見た時には動画がもう流れてて、というかそもそもパソコンには手も触れてないし。そう言って、再び釈明する俺をよそに、メロンちゃんは何やら考え込んでいる。やがて、ぼそりとつぶやくように彼女は言った。呪いの動画。へ?今店員さんが見たやつ。の、呪い?聞き返す俺に、メロンちゃんは首を小さく縦に振った。呪い?いや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 、何を言い出すんだこの子は、いやこいつは。あのね、呪いって、これは単なる事故映像。そこまで言いかけた時だった。耳を突き抜けるような強烈なハウリング音、耳鳴りだ。
我慢できず顔をしかめてとっさに両の耳を塞いだ。瞬間。トレイから滑り落ちたグラスが、床で無残に砕け散る。それと同時に耳鳴りが止んだ。何、今の？俺は割れたグラスには目もくれず、メロンちゃんに目をやった。先ほどまでの気だるそうな少女は、そこにはいなかった。いるのはどこか怪しい光を放ちながらも、冷たく居すくめるような瞳で俺を見る、一人の少女の姿。こうして、俺はこの少女と悪夢の夜を過ごす羽目になるのだが、この時の俺はまだそんなこと微塵も予想だにしていなかった。この一件の後、メロンちゃんは頼んだメロンソーダに目もくれず、支払いを済ませて店を出て行ってしまった。ただ彼女は去り際に俺にこう言い残していった。詳しくはまた明日話します。まだ調べていないことがあるので。俺は去っていくメロンちゃんの後ろ姿を、ただ黙って見送ることしかできなかった。その後バイトを終え帰宅した俺は、シャワーを浴びストロング缶片手にパソコンを立ち上げた。大学の後輩から安く譲ってもらったもので、性能は低いが、動画や映画を見たりネットサーフィンするぐらいならこれで十分。検索欄にマウスを合わせキーボードを叩く。画面には呪いの二文字が浮かぶ。再びマウスを合わせ、左クリックに人差し指を置いたとこで俺の手は止まった。アホらし。あの時は突然の耳鳴りにびっくりしただけだ。なんならバイト前に耳鼻科に行ったっていい。そう思い、俺はストロング缶を一気に飲み干すと、座布団を枕代わりにしてその場に寝転ぶ。バイト疲れと酒の効果も相まって深い海に沈んでいくかのように、そのまま眠りについた。どれくらい時間が経ったのか、俺は夕刊の配達バイクの音で目を覚ました。やっべ、寝すぎた。今からじゃ耳鼻科は無理だなと肩を落としため息をつく。カーテンの隙間から漏れる夕日の光が、薄暗い部屋をやんわりと照らしている。ふと顔を上げると、パソコンの画面の光が目についた。ぼんやりと滲むディスプレイ、目をこすりながら視線を画面に合わせていく。なんだ？画面にはいくつかの文章が、上から順に規則正しく並んでいた。そしてそのいくつかの文章のうち一つを、マウスでドラッグした跡があった。やがて視界がはっきりと開き、俺はドラッグされている文章に目をやった。2000。どこかで見た数字だ。5年前、午前6時。これ、メロンちゃんのノーパソで見た映像の？画面に食いつくようにして読み進めていく。15日、午前6時頃、N 市の国道201号線で、自営業を営む K さん、28、運転のバイクが交差点で左折しようとしたところ、後続から来た大型トラックと接触、バイクから投げ出された K さんは頭を強く打ち、駆けつけた救急車で病院に搬送中、死亡が確認された。大型トラックの運転手も搬送されたが、命に別状はないという。同署によると、事故現場の国道は中央分離帯のある片側2車線の道路。交差点手前は緩やかな右カーブとなっていて、走行車線上を走っていた大型トラックが交差点に接近した際、右側を走っていた K さんの大型バイクが、突如大型トラックの前方を横切るようにして左折しだしたため、大型トラックの停止が間に合わず、K さんのバイクと接触したとみられ、同署が詳しい原因を調べている。昨日あの動画で見た内容と同じだ。日にち、時刻、場所、車種も、何から何まで同じ。なんでこの事件の検索を。誰が？俺が？記憶を遡る。呪い、あの二文字を打ったとこまでは覚えている。でもその後は？そもそも映像しか見ていないのに、俺はどうやってこの事故内容をヒットさせたんだ？ありえないだろ。マウスを動かしシャットダウンを選びクリックする。その瞬間。激しいハウリング音、耳鳴りだ。しかも明らかに昨日のものよりも強烈な耳鳴り。パソコンの電源が落ち、カーテンで閉め切った部屋に暗闇が広がる。同時に耳鳴りが収まった。はぁ、はぁ、と、あいぶ俺の声が虚しく部屋に響く。こめかみあたりがヒリヒリするように痛む。小刻みに震える肩を自分の手で押さえながら、俺は気の見気のまま、バイクの鍵を手に取り部屋を後にした。目指す場所は、もちろん俺がバイトしている喫茶店だ。だが、今は目的が違う。バイトをするためじゃない。彼女に会うために。そう、メロンちゃんに会い、ことの真相を確かめるためだ。今までもこんな変な体験をしたことがある。その度に、俺がたどり着く先の答えを彼女は導き出してくれた。
途中やはり考え直し引き返そうかと思ったが、その度にあの強烈な耳鳴りが襲ってきて、俺はフラフラになりながらも15分ほどバイクを走らせ、やがてバイト先の喫茶店にたどり着いた。店内にはお袖のバイト仲間が何人かいたが、俺はお構いなしにそいつらを無視して、店の四角、カウンター隅にあるテーブル席へと向かった。普段なら深夜にしか現れない常連客、その彼女の姿がそこにあった。まるで俺が今ここに来るであろうことを予想していたかのように、彼女はそのテーブル席で息荒く店に入った俺を、その大きな瞳でじっと見つめ返してきた。来てくれると思ってました。時間がありません。行きましょう。案内します。メロンちゃんはそれだけ言うと席を立ち上がり、会計を済ませ店を出た。俺は何も聞かなかった。聞いたところで、おそらく彼女は何も話さない、確たる場所で確たるものを感じた時に、俺に事の真相を語ってくれる、なぜだかわからないがそう思えた。今までこの店でいろんなことがあった。数々の不思議な体験を重ねてきたのだ、彼女と一緒に。だからこそそう思えたのかもしれない。ちょっと中尾くん、来るの早くない？まだ7時だよ。そう声をかけてきたのはバイト仲間のスミレさんだ。気さくない人で歳は31歳と年上だが、見た目も若く美人で頼りがいのある先輩。すんませんスミレさん、俺、今日バイト。なんと説明しようか、ここに来て病欠というのも信憑性に欠ける。するとスミレさんは俺の顔を覗き込みながら。辛そうな顔して、何かあったの？スミレさんの問いかけに俺は口ごもる。とてもじゃないがわけは話せない。まあ話したところでどうにかなる問題でも、ましてや信じてもらえるような話ではない。すると、うつむく俺にスミレさんは。わかったわよ。そんな顔すんなって。店長には私からうまく言っとくからさ。そう言ってケラケラと笑いながら俺に肩パンをかましてきた。地味に痛い。いいんですか？っていうか俺まだ何も。言ったらいいの。あんたがそんな深刻そうな顔してんだもん。きっと言いたくても言えない大事な何かがあるんでしょ？なら言っといで、いつか話したくなった時でいいからさ。スミレさんはそう言うと再び肩パンをかましてきた。だから地味に痛いぞスミレさん。俺はそんなスミレさんに深々と頭を下げると、店を出てメロンちゃんの後を追いかけた。途中振り返ると、店内でスミレさんがこちらに向かって、笑顔で両手をブンブンと振ってくれていた。その笑顔に、俺は少し勇気づけられたような気がした。もう一度スミレさんに頭を下げ、俺はすぐさま周囲を見渡す。彼女さんですか？うわぁ。突然背後から耳元で声をかけられた。声の主はもちろんメロンちゃんだ。彼女って誰が？さっき店で手を振っていた女性です。美人さんですね。先ほど店で見た時とは違い、いつもの気だるそうな目で俺を見るメロンちゃん。んなわけあるか、バイトの先輩だよ先輩。ほら、案内してくれるんだろ？メットもう一つあるから、俺のバイクで行こう。こんな話題をメロンちゃんとしたのは初めてだ。思わずこっぱずかしくなり、俺は足早に駐輪場に向かった。バイクに乗りエンジンをかけると、俺が渡したヘルメットをかぶったメロンちゃんが、バイクの後部座席にぎこちなさそうに乗ってきた。なかなか新鮮な光景だ。第三者ならスマホで隠し撮りしていたかもしれない。何か？背後からくぐもった声がする。いえ、何も。で、俺のお腹に回して、しっかり捕まらないと本当に吹き飛ばされちゃうからね。そう言うとメロンちゃんはハッとした仕草で勢いよく俺にしがみついてきた。苦し。いや、これはもしかしてある意味悪徳なのでは？ふとそう思った瞬間。俺のヘルメットに、メロンちゃんのヘルメットがぶつかった。いや、正しくは、俺のヘルメットにぶつけてきたんだ。何かな？俺がそう尋ねるとメロンちゃんは、いえ、邪念を払ってやろうと思いまして。そう言ってもう一度。やめて、メット傷つくから。内心ぼやきながら俺はバイクを発進させた。途中休憩を挟みながら、俺はメロンちゃんの案内で目的地の他県にある N 市、国道201号線へとたどり着いた。やはりここか。俺が自分のパソコンで見た、交通事故の記事内容に書かれた場所と同じだ。路肩にバイクを止め、メットを脱いで辺りを見渡す。周りが暗いせいもあるが、映像で見た5年前の風景と違い、道路もその周辺もかなり様変わりしていた。メロンちゃんを歩道に下ろし、俺は適当な場所にバイクを止める。すると、メロンちゃんが俺のそばに寄ってきて。店員さん、もしかしてこの場所、以前から知ってました？勘のいい子だなと思いつつ、俺は今日家で起こった出来事を全て彼女に話した。
メロンちゃんは俺の話を聞き終えると、目をつむり、何か思案するように眉間にシワを寄せた。やがてメロンちゃんは目を開け、振り返り歩道を歩き出した。その後を追うようにして俺も続く。あの映像は、とある人物から譲り受けたものです。振り返りもせずメロンちゃんは言った。そして俺の返答も待たずそのまま話を続ける。他社のパソコンにネット経由でウイルスを送り込み、私的な文書や映像を盗み取るハッキングを行っていたらしいのですが、その一部が昨日、店員さんが見た映像です。ハッキングって、もろ犯罪じゃないか。ため息をつきながら、俺は再びメロンちゃんの話に耳を傾ける。そのハッカーは当初、仲間うち5人だけでその事故映像を楽しんで見ていたらしいのですが、やがてその5人に異変が起こったらしいです。異変って、あの耳鳴り？最初は耳鳴りだけだったみたいです。ですが途中から激しい頭痛や吐き気に襲われ、ついには死者が出ました。死者まで？肌が泡立つような感覚、蒸し返すような暑い夜だというのに寒気を感じる。5人のうち4人は今もなお病院に緊急入院しており、もう1人は私たちと同じ、ここに何かあると、現場へと車で来た際に単独事故を起こして亡くなったそうです。そこまで言うとメロンちゃんは立ち止まり、道路側にある電信柱に視線を落とした。メロンちゃんの視線の先に何やら白い紙で巻かれたようなものがある。目を凝らしてみると、花束だ、しかもまだ真新しい。ここで、亡くなったのか？俺の問いかけに、暗がりの中メロンちゃんが小さくうなずく。病院にいた仲間うちの1人が、ことの状況をネットの書き込みで相談しているのを見て、私が介入した次第です。メロン、じゃない、君は、大丈夫なの？私ですか？もう5日くらい前から、激しい耳鳴りと頭痛に悩まされてますよ。苦しそうに見えませんか？そう言って俺の顔を覗き込んでくるメロンちゃん。普段の表情とほとんど変わらない気だるそうな顔。見えるわけないだろ。まあいいです。それよりも着きましたよ。あそこが映像で見た事故現場です。メロンちゃんは片手を上げ指を指しながら俺にそう言った。その方向には、街灯と信号機が並ぶ大きな交差点がある。横断車用の信号機が、誰もいない歩道を明滅する光で虚しく照らしていた。国道の割には車も人気もあまりない。夜だからだろうか。5年前の事件の内容は知っていますね。交差点を見回している俺に、メロンちゃんが話しかけてきた。ああ、パソコンで見たよ。ただ、その後どう処理されたのかはわからないけど。今日、国立図書館で少し調べてきました。事件も古いし、ネットでは限界があるので。そういえば、昨日メロンちゃんはまだ調べていないことがあると、俺に言い残していた。何かわかったの？そう聞くと、メロンちゃんはうなずいてから口を開く。あの後、遺族側とトラックの運転手との間で、裁判になったようですね。裁判？はい、遺族側はもともと事故の件で争うつもりはなかったようですが、トラックの運転手はバイクの方が過失があるとして、修理代と慰謝料を事故で亡くなった K さんのご両親に請求したそうです。じゃああの映像は？トラックの運転手が、K さんに過失があるとして警察に届けた証拠映像のようですね。店員さんはバイクにいつも乗ってますよね。同じバイク乗りとして、あの映像を見て、何か不自然に感じることはありませんでしたか？不自然。確かに俺はバイクにはもう4年は乗っている。大型バイクの免許も実は持っていて、K さんの乗っていた大型バイクと同じような車種にも過去乗っていたことがある。ただし、大型は燃費が悪くメンテにもかなりお金がかかるため、1年ほどで乗るのをやめて、今のバイクを購入するときに下取りに出してしまった。そういえば、ここの交差点ちょっといびつだよね。いびつ？短く聞き返すメロンちゃんに、俺はうなずいてから話を続ける。あの事故の映像だとバイクは左折したよね。でも見てくれ、左折した道の先は鋭角で急な左カーブになってるんだ。それにほら、この交差点の手前、緩やかな右カーブになってるだろ？だからいびつな。あ、そうか。だからバイクは大回りしたのか。何かわかったんですか？俺の反応にメロンちゃんが飛びついてきた。これもなかなか新鮮な状況だ。普段ならこういった時、主導権はいつもメロンちゃんにあるのだが。などと得意げに思っていると、こちらを見るメロンちゃんの目つきがだんだんと怪しくなってきた。今にも噛みつかれそうだ。あまりじらすのはやめておこう。5本。つまり、まずこの事故なんだけど、バイクがトラックの前方で右側で大回りをしたことが、そもそもの原因なんだよね。
でも大型バイクっていうのは車体も通常のバイクより長く、大回りすることは多々あるんだ。だけど今回に関してはそれだけじゃない。交差点の左側、曲がった先は鋭角な左カーブになってるだろ。大型バイクは小さく曲がることもできる。でもあんな左カーブなら、大回りしないと曲がれないんじゃないかな。交差点左には右折レーンもあるから車幅も狭い。普通に曲がったら車線はみ出して対面衝突しかねない。大型バイクならなおさらだよ。なるほど。他には何かありませんか？他に？メロンちゃんに急かされ俺は辺りを見回す。他に何か？注意深く見回すが、特には何も浮かばない。何でもいいんです。そうじゃないと、亡くなった K さんもそのご両親も。え？今メロンちゃんは何て言った？ご両親も？ K さんのご両親は1年前、K さんの命日でもある今日、お二人とも亡くなられました。トラックの運転手はご両親に、K さんが突然右側から大きく曲がったせいで追突した。手前でブレーキを踏んだがそれでも間に合わなかったと言っていたそうです。結局過失割合は、トラックの運転手が3に対し、K さんは7と判断されたそうです。その後裁判による審論と、K さんの過失を覆せなかった悔しさからの自丸だったようですね。そんな。じゃあ、もしかして呪いは？そう思った時だった。メロンちゃんは首を横に振り口を開いた。この呪いがご両親、もしくは K さんによるものなのかはわかりません。ただ、いた？どうしたの？メロンちゃんの様子がおかしい。話を途中でやめ、いきなりその場にうずくまってしまった。何やら痛そうにこめかみを押さえている。まさか？俺は急いでポケットからスマホを取り出すと、緊急通話に連絡しようとした。が、その手はか細く白いメロンちゃんの手によって止められてしまった。話して、救急車呼ばないと。怒鳴るように言う俺に対し、メロンちゃんは激しく首を横に振ってみせた。こんな時に意地張っても仕方ないだろ。病院に行けば治るとでも？本気でそう思っていますか？すかさず言い返すメロンちゃんの言葉に、俺は押し黙ってしまった。片手でこめかみを押さえる。そう、俺も先ほどからわずかな頭痛を感じていた。しかも徐々に痛みが強くなっていく感じだ。突然、いびつな機械音が聞こえた。昨日、喫茶店でメロンちゃんのノートパソコンから聞こえた音と同じだ。俺とメロンちゃんは、ほぼ同時にハッと顔を見合わせ、確信したように互いにうなずく。すぐさまメロンちゃんは背負っていたバッグを地面に置き、中からノートパソコンを取り出した。開くと、やはりだ。ノートパソコンは勝手に起動を始め、さらに触れてもいない画面が次々に切り替わり、あの事故映像が勝手に再生し始めていた。もはや疑いようがない現象だ。見ろ。ってことだよね。俺の問いにメロンちゃんは小さくうなずく。画面を見ると昨日より画質が荒いような気がした。いや、よく見ると荒いのではなく、何かノイズ混じりのものが画面にチラチラと映し出されていた。やがてそのノイズが画面中央に不自然に固まっていく。突然、俺たちの真上にある街灯がなぜか明滅しだした。それと同時に画面のノイズが不自然に形を成していく。なんだこれ、人の顔？そう、突如現れたノイズは、画面中央で人の顔のようにうごめき始めたのだ。それはまるで、苦痛で顔を歪めている男の顔のようにも見える。さらに画面の中の顔は、もがきながら頭を揺らすと、口と思われる部分を大きく開いた次の瞬間。スピーカーから聞こえるうなり声が、静寂を切り裂くかのように当たりに響き渡った。うわぁ。全身の総毛脱ような恐怖に、俺は思わず画面から飛びのいた。今の、どうしたの？大丈夫？まただ、メロンちゃんは額を押さえつけ、苦しそうにしゃがみ込んでしまった。動画、何か気づいたことは？息も絶え絶えといった感じで俺に返事を返す。とにかく病。そこまで言って俺は口をつぐんだ。先ほどメロンちゃんが言った言葉が脳裏にこびりつく。病院に行けば治るとでも？もう、そうは思えなかった。なんでこうなったんだクソ。俺はやり場のない怒りを吐き捨てるかのように言うと、暗闇の中わずかな光を放ち続けるノートパソコンを抱きかかえた。画面の中に先ほどのノイズはもうなかった。代わりにあの事故映像が再生されていた。食い入るようにして動画を見る。検察庁で、確認、した、と、トラック運転手は、当時60キロの速度で、いた。け、
検察庁まで行ったの？調書を見たのか？って、もういいから少し休んでて。俺は苦痛に顔を歪ませるメロンちゃんを、電信柱に寄りかかるようにして座らせると再び画面に視線を戻した。法定速度ギリギリで走ってたってことか。うん？いや、待てよ。このトラック、ちょっと速すぎないか？そう、道路を走るトラックの周りの風景、それらの移り変わりが激しいように見える。本当に60キロの速度なのか？トラックの運転手は、バイクの運転手計算が突然右側から大回りしたせいで、ブレーキを踏んでも間に合わなかったと言っている。でも大回りはこの道路の特殊上仕方がなかった。ならなぜ事故は起こった？もしこの道路のせいなら、事故はもっと起こっていてもおかしくない。それなら警察も経験ですぐに気がつくはずだ。なのに警察は気がついていない。それどころかトラック運転手の供述をそのまま採用していることになる。つまり事故は、ただ単に道路のせいで起こったわけじゃない。じゃあ原因は？辺りを見渡す。暗がりのせいもあるが、動画の中で再生されている道路の風景とは明らかに違っているように見える。無理もない、5年も経っているのだから景色が変わっていてもおかしくはない。当時の目安となる起点から、正確な距離を測りたい。そう考えた俺はふと、昔自動車学校で先生が雑談交じりに話してくれたことを思い出した。道路の標識物ってのは、どんなに道路が整備されてもそこから動くことはない、不動の建築物ってことだ。不動の建築物？そうだ、標識物を目印にすれば。俺はスマホをポケットから取り出すと、すぐさま地図アプリを開いた。続いてノートパソコンの動画再生をコマ送りにしながら、一つ一つの標識物を確認していく。そして開いた地図アプリに目をやり、スマホの画面に指を走らせる。標識物のある場所から目的地の交差点までの道のりをマーキング。すると、出た、目的地までの正確な距離、当時と変わらない距離のはずだ。動画の再生画面を見る。再生時間に目をやると、秒単位で数字がカウントされているのがわかる。標識物を目安に、そこから交差点到達時間を測る。時速計算は、確か大学で習った、休学中だが、通りなら、走行距離割る線割る走行時間 ×60×60 は、つまり画面の標識物から交差点の到達時間と走行距離を割り出せば、このトラックが何キロで走っていたかが割り出せる。スマホの電卓を開き、急いで計算をする。イコール、と。で、マジかこれ。電卓の画面には、96、そう記されていた。つまり当時トラックは96キロの速度で走っていたことがわかる。何が法定速度だクソ野郎。俺はありったけの憎悪を画面のトラックにぶちまけると、メロンちゃんの元へと向かった。白雪のように白い肌が少し熱を帯びているようにも見えるが、先ほどよりは表情は楽そうだ。何か、わかったんですか？そばに来た俺に気がついたのか、そう言ってメロンちゃんは、ゆっくりとその大きな羊の目を俺に向けてきた。俺はとりあえずわかったことをまとめ、これが動かぬ証拠だとばかりにメロンちゃんに解説してみせた。お手柄ですね店員さん。今回は本当に多数。あう？え？メロンちゃん。とっさに思わずそう呼んでしまった。苦しそうにうめき声を小さく上げると、彼女はそのまま地面に倒れ込んでしまった。急いでメロンちゃんの体を抱きかかえる。するとその首に、何やら黒いもやのようなものが見て取れた。なんだ？これって、で？メロンちゃんの首に不自然にまとわりつく黒いもやのようなもの、それはまるで、黒焦げた人の手のように見えた。うわぁ、くそ。離れろよ、この。口から飛び出しそうな心臓がバクバクと胸の内から俺を叩いてくる、逃げ出したい気持ちを必死に抑えつけ、喉が枯れそうな勢いで俺は叫んだ。黒いもやを振り払う俺の手が、虚しく空を切る。くそ。再びノートパソコンを手に取った。画面には、あの人の顔を形取ったノイズの塊が、もがくようにしてまた映っている。なんだ、何を訴えてるんだこいつは？一体俺にどうしろって言うんだ？まだ何かあるのか？解き明かせてない何かが。画面の前で葛藤する俺を嘲笑うかのように、ノイズの塊はその顔をいびつに歪ませ、スピーカーから獣じみた雄たけびを上げている。もはやうめき声すら上げなくなったメロンちゃんを、俺は片手で抱き寄せた。どんどん青ざめていくメロンちゃんの顔色を見た瞬間、俺の頭の中で何かが吹っ切れた。もう片方の手で掴んでいたノートパソコンに俺はぐいっと顔を近づけ、押し丸すように、だが、ありったけの丸いを込めていった。
見つけてやるから、ちょっと黙ってろ。なぜかその瞬間、俺の目頭には熱いものがこみ上げていた。感情の高ぶりからか、溢れ出た涙が俺の方を伝ってメロンちゃんの唇にぽつりと落ちた。急いで涙を肩口で拭き取り再び画面に目をやると、そこにあのノイズの顔はなかった。代わりに、再びあのドライブレコーダーが再生されていた。ふと時計に目をやる。午後23時57分。間もなく日付が変わる。動画再生時間は残り3分を切っていた。これが最後なんだな。なんとなくだったがそう感じた。これがラストチャンスなんだと。動画に目を向ける。不思議と焦りはない、むしろ自分が今恐ろしく冷静だとさえ感じる。強いて言うのなら、おそらくそれは彼女のせいなんだと思った。抱き寄せていた彼女の体から、かすかにぬくもりを感じたからだ。わずかだが、小鳥のさえずりぐらいの心音が、俺の腕に伝わってくるのがわかる。画面に目をやる、残り再生時間は1分を切った。40秒、30秒、20秒、10秒、6、5、残り4秒、その時だった。あった。俺は画面の停止ボタンをクリックした。残り4秒の静止画面。そこに映っていたのは、トラックのフロントガラス、そこに反射して映り込む車内のボンネット、そしてボンネットの上に、無造作に置かれた赤いゴムテープ。それがフロントガラスに映り込んでいた。停止ボタンから再び再生ボタンを押す。トラックがバイクに衝突するわずか手前で、赤いゴムテープが宙を舞った。これはそう、慣性の法則だ。電車が加速することにより、中にいる人間は少し前に倒れそうになる。これは中にいる乗客がその場に留まろうとすることに対して、電車が加速することにより、進行方向とは楽に慣性が働くからだ。減速はその逆方向に慣性が働く。では、これが加速でもなく減速でもない、急ブレーキだったら？前でも後ろでもない、不確定な力は不規則に働き、まさに文字通り大惨事になる。つまり、あの赤いゴムテープが突然宙を舞ったのは、そう、トラックの運転手は、そもそもバイクに気がつくこともなく国道を36キロオーバーで交差点に進入し、衝突寸前に急ブレーキをかけたのだ。すべては何もかもデタラメな供述と、それを真に受けた警察の失態だったのだ。ノートパソコンの電源が急に落ちた。いや、そもそも電池が残っていたのかも怪しい。小さな寝息が腕の方から聞こえた。目を向けると、メロンちゃんは俺に体を預けたまま穏やかそうな顔で眠りについていた。俺は彼女の小さな体を抱きかかえると、脇にある階段に運び、俺に寄りかかるように隣に座らせた。起こそうかとも考えたが、はっ、終わった、な。力なくそうつぶやいた俺の体は糸が切れた操り人形のようにその場にずり落ち、薄れゆく意識にそのまま身を委ねた。どれくらい経っただろうか、車のけたたましい騒音に俺は目を覚ました。その瞬間、頬に急激に冷気を感じた俺は、冷た?我ながら間抜けな声を上げてしまった。頬をさすりながらその場で飛び起きた俺は、状況を確認しようと、重力に抗えないまぶたを手で必死に擦りながら辺りを見渡した。街灯が消えている。だが空は少し青みがかっていて、東の空はほんのりと明るみを帯びていた。夜明けだ。ふと視線を落とす。すると目と鼻の先とも言える距離にメロンちゃんの顔があった。一体何が？状況が飲み込めず、俺は一度頭を左右に振ってから、もう一度確認する。俺が座っている場所、向き、そして後頭部にはメロンちゃんの両膝が、どうも俺は膝枕をされていたらしい。再び顔を上げると、そこにはいつも店で見る相変わらずの気だるそうな瞳があった。ちなみに手には、自動販売機で買ったのであろう、メロンソーダのペットボトルが2本に握られている。どうしました?エイリアンでも見たかのような顔して。いや、そこは幽霊だろ、と突っ込みたかったが、疲れていたのでスルーした。まあ、ある意味未確認生物であることには間違いないが。どうぞ、これ。ありがとう。そっと渡されたペットボトルの蓋を開け、俺は一気に口の中に流し込んだ。バチバチと弾ける泡たちが口の中に流れ込んでくる。メロンソーダなんて久々に飲んだけど、意外とうまいな。店員さん、今回は本当にありがとうございます。そうですね、何かお礼をしなくては。何か欲しいものとか、ありますか?欲しいもの?突然のメロンちゃんの申し入れに、俺は戸惑いを隠せなかった。急に言われても何も思いつかない、それにこの距離は。いつもはテーブル越しでの会話だ。
店員と客、それだけの関係。それだけの。欲しいものっていうか、その、知りたいことが。知りたいこと？教えられる範囲でしたら。少し身構えるようにしてメロンちゃんは返事を返した。俺は夜決して重い口を開く。名前を教えて、くれないか。聞いてしまった。ほぼダメ元だった。彼女の名前を俺は永遠に知ることはないだろうと、なぜかそう思っていたからだ。ミト。ミト？はい、美術の美にウサギと書きます。美しい、ウサギ、か。そう頭の中で思った瞬間、俺は急激に恥ずかしくなり、手に持っていたメロンソーダをまたもや一気に口に流し込んだ。弾け飛ぶ泡のカプセルたちが、喉をほどよく刺激する。それに顔をしかめるふりをしながら俺は彼女から顔を背け、まだ夜の気が薄暗くさまよっている空を見上げた。そう？この夏、俺は初めて彼女の名前を知ったのだ。幼稚園からの幼馴染みのカオルが、自宅で首を吊ったのが中3の時でした。おとなしい性格でどこか不思議ちゃんな雰囲気のあるカオルは、クラスでいじめのターゲットになってしまったのです。持ち物を隠されたり落書きされたり、聞くに耐えない悪口を吐かれたりはまだマシな方で、ひどい時には給食に虫を入れられたり制服をカッターで切られたりと、そのようないじめが夏休み明けから本格的に始まりました。いじめグループは5人の女子生徒たちで、俗に言う一軍に属していたし、私やカオルとは違い有力者の親を持つ子もいたようで、担任すら彼女たちには口頭で軽く注意する程度で、具体的な対策には乗り出しませんでした。それをいいことにカオルへのいじめはさらにエスカレートしていきました。私はいたたまれなくなり、カオルがいじめられていることを母親に話したところ、母親は学校に連絡してくれました。が、彼女たちのカオルに対する非道な行いが収まらなかったところを見ると、やはり学校側は何もしてくれなかったようです。そんな日々が続き受験を控えた12月半ば、ついにカオルは最悪の結末を迎えました。もう二度とカオルに会えない現実に私は打ちのめされました。かつて一緒に過ごした楽しい日々を思い返しながら私は悲嘆に暮れ、失意に沈みながらもなんとか受験を乗り越え高校に進学しました。そして新しい生活にも馴染み始めた5月半ばのことです。不思議な夢を見ました。あたり一面色とりどりの花が咲き乱れる草原の中に私は一人佇んでいて、そしてここは夢の中だ、という自覚もはっきりありました。あたりをしばらくふらふら歩き回っていると、夏美、と後ろから声をかけられました。振り返るとそこにはなんと、カオルが立っていたのです。私は駆け寄り、思わず抱きしめながら何度も彼女の名前を呼びました。夢でいいから会いたいと何度も願い、ついにそれが叶ったのです。久しぶり、夏美。私も会いたかったよ。生前と変わらぬ柔和な笑みを浮かべ、穏やかな声でカオルは言いました。それにしても夢だというのにまるで現実のような生々しい存在感が彼女にはありました。そんな私の思いを読み取ったかのようにカオルは話し始めます。ここは夢だけど私は本物だよ。信じられないだろうけど、本当にあの世から夏美に会いに来てるんだ。え？マジで？うん。例えばほら。カオルはお互いの生年月日や趣味、さらにいつか二人で行った場所、会話まで全てを正確に言い当てました。それだけでなく声のトーン、話す時の独特の抑揚、所作の一つ一つまで私の記憶の中のカオルそのままで、そのことも目の前の彼女が本物だと裏付けていました。再会の喜びに私は歓喜は待ってカオルの手を握ったまま泣いてしまいました。それから私たちは思い出話や高校生活のことをひとしきり語り合い、笑い合いました。文字通り夢のような時間を過ごしていると、突然上空から、とベルの音が轟きました。びっくりして私が怯えているとカオルは笑いながら、あれは目覚ましの音だから、と教えてくれたので改めて聞いてみると、確かに私がいつも使っている目覚まし時計の音のようです。もう起きる時間みたいだね。じゃあね。待って、もう会えないの？またいつか夢で会えるよ。またいろいろ話そう。そこで私は目を覚ましました。目覚ましを止めると身を起こし、しばらくぼんやりとベッドの端に腰をかけながら今見た夢の内容を反芻していました。こんな奇跡が本当にあるなんて。夢というのは起床直後からその輪郭がぼやけ始め、時を置かずしてほとんど内容を忘れてしまうものですが、今回夢の中で交わした会話の細部、
さらに彼女の些細な仕草までもが現実の出来事のようにずっと頭に残り続けました。またいつか会えるよ。覚醒する直前にカオルの言ってくれたこの言葉が、何よりも強く輝いていました。私の心配は杞憂だったようで、それからもカオルは約束通り私の夢に現れてくれました。毎日ではなく週に1、2回の頻度ですが、それでも嬉しくて今夜は会えるかな、と寝るのが楽しみになったのは言うまでもありません。昔からそうですがカオルには特別な心地よさのようなものがあり、だから親や他の友人には言いにくい話でも、彼女にだけは気兼ねなく安心して相談できるのです。夢の世界と現実では時間の流れが異なるらしく、眠りに落ちてカオルに会い、それからいつも体感では1時間にも満たないうちにベルが鳴り響きます。そして目を覚ますと朝日がカーテンから差し込んでいるのでした。そんなある日のこと、いつものように私が夢の中で今日学校であったことなんかを話していると、カオルが浮かない顔をしています。どうしたの？カオルは思い詰めた面持ちでしばらく黙っていましたが、意を決したように口を開きました。実は夏美に打ち明けたいことがあって。そして彼女が語った内容は衝撃的なものでした。私、実は天国に行けてないんだよね。私が今いる場所は天国でも地獄でもない、どこまでも静かで空虚な、狭間の場所なの。私が絶句していると、さらにカオルはポツリポツリと続けます。私が夏美の夢に来たのはね、夏美に会いたいからってだけじゃなくて、お願いがあるからなの。公園、覚えているでしょ。私たちの間で公園といえば一つしかありません。放課後に二人でよく行きベンチに座って缶ジュースを飲んでいた、ブランコしかない小さな寂れたあの公園です。一番大きな木の根元に巾着袋を埋めてあるから、取り出してきてほしいの。巾着袋？そう。袋は絶対開けないでね。まだ聞きたいことはあったけどそこで目覚まし時計が鳴り、私は目を覚ましました。木の根元に埋めてある巾着袋？その日学校から帰ってすぐ私はあの公園に向かいました。久しぶりに来た夕暮れの公園は、相変わらず閑散としていて灰色の空気が漂っていました。ベンチにおばあちゃんが一人腰掛けている以外に他に人は見当たりません。懐かしさに浸りたいところですが今はやるべきことがあります。一番大きな木というのはブランコの隣のあれだろうと当たりをつけ、用意してきたスコップで早速根元を掘り返し始めて30分ほど、ようやく見つけました。手のひらに収まる大きさのそれはかろうじて緑色とわかるほどに色あせ、汚れています。開けないで。とカオルに言われたので土を払ってそのままカバンにしまい、家に帰りました。カオルが夢に現れたのはそれから4日後でした。私は例の巾着袋を見つけたことを彼女に報告しました。ありがとう夏美。ごめんね、こんなこと頼んで。大変だったでしょ。全然いいけど、なんなの？あれ。そう尋ねるとカオルはすっと目をそらし、言いにくそうに口にしました。覚えてるよね。立花のこと。立花って立花弓のこと？こくりとカオルはうなずきます。立花はカオルをいじめていたグループの中心人物だった女子生徒で、私とは違う高校に進学しました。夢でカオルに会うようになってから今まで一度もいじめについての話題は、タブーとして暗黙の了解のようにお互い口にはしませんでした。それなのにまさか彼女の口から立花の名前が出るなんて、晴天の霹靂とはこのことでしょう。前に言ったよね。狭間の場所に囚われているって。それは大きな心残りがあってそれに縛り付けられてるせいでさ。あの立花が今も何食わぬ顔で生きてるのが悔しくて、許せなくて、だからどうにかしたくて。普段感情を表に出さないカオルが、声を震わせてポロポロと涙をこぼしました。せめてあいつだけにでも呪いをかけたいの。あの巾着袋はそのために使う道具で。私死ぬ前にあの公園で呪いを実行しようとしたんだ。どうせ死ぬならあいつに呪いをかけてからにしようって。でもその時はおじけづいて結局やめにして、巾着袋を埋めて帰っちゃった。その後もいじめは変わらず続いて、どうしようもなくて、私は一人で命を絶つしかなくて。そこまで聞いて私はピンときました。もしかして、カオルの代わりに私が立花に呪いをかけてほしいってこと？うん。今の私では現世にほとんど干渉できないし、呪いは生きた人間がやらないとも意味だから。だからお願い。こんなこと他の誰にも頼めない。未練があるままずっと成仏できないのはすごく、辛いよ。おえつを漏らしながら言葉を吐き出す彼女の姿はあまりに切実でした。
あの優しいカオルが誰かを呪いたいなんて口にするなんて、想像を絶するほどに追い詰められているのでしょう。カオルの首元には紫の索条痕がまだ痛々しく残っています。それを見ると胸の奥から何かが込み上げてきました。わかった。やるよ。私が。決然と私は言いました。カオルをこれ以上苦しませたくなくて。それに、立花を許せないのは私も同じです。ありがとう、夏美。カオルは涙に歪んだ顔を安堵の表情にほころばせました。それから私は彼女から呪いの手順の説明を受けました。深夜1時から3時の間に暗い場所でお皿の上に巾着袋を置き、周りを3本のろうそくで囲む。それから巾着袋に火をつけ、燃えている間は祝詞を唱え続ける。そして燃え尽きたら灰に聖酒をかけて最後にろうそくの火を消す。以上で終了。ちなみにこの呪術は図書館にあった民族学の本から参照しているそうです。ちょうど説明が終わったタイミングで目覚ましのベルが鳴り響きます。夏美、本当に。カオルは申し訳なさそうな憂いを帯びた声で何かを言いかけました。心配しないで。私絶対やり遂げるから。そう誓ったところで目が覚めました。説明の中にあった祝詞は忘れないうちにすぐにノートに書き写します。オカルトには疎いけど、説明通りやるだけなら大丈夫。その日は学校の授業の内容が全く頭に入らず、ひたすらあの呪術のことばかりを考えていました。立花はカオルを死に追いやったことに後ろめたさや後悔は感じていないのかな。両親の呵責に苦しむことなく、高校生活を満喫しているんだろうか。カオルは高校生になれなかったのに。そこでふと、重要なことに思い当たります。この呪いが成就したら立花はどうなるんだろう。生涯不幸になるのか、それともやはり死んでしまうんだろうか。あるいは、不安が鎌首をもたげ、やっぱりやめた方がいいのではと臆病風に吹かれましたが、カオルの涙を思い浮かべると頭を振り、恐れを打ち消しました。やっぱり彼女には笑顔でいてほしい。今度こそ、カオルを救うんだ。放課後、帰りにホームセンターによりろうそくを購入しました。お酒はどうしようと悩みましたが、家にお父さんが飲んでる日本酒があったのを思い出し、それを拝借することにしました。そして家族が寝静まった深夜1時半。幸い、うちの家族は眠りにつくとよほど大きな物音を立てない限りは起きません。火を使うので儀式は浴室で行うことにしました。窓を開け放した後、お皿に巾着袋を置き、周りにろうそくを立てていきます。お酒を入れたコップも忘れていません。浴室の電気を消すと、壁にろうそくの明かりに浮き出た私の影が踊る、呪術を行うにふさわしい怪しく幻想的な空間に変貌しました。準備は万全です。大きく深呼吸し、いよいよ巾着袋に火をつけようとライターを手にした時です。ずっと気になってることを思い出しました。この巾着袋には何が入っているんだろう。魔が差したというか、呪いを取り行う私には中を見る資格があるように思い、巾着袋を手にして口を開けました。中には折りたたまれた紙片が入っています。広げてみるとただの紙ではなく、人の形に切り抜かれていて、表と裏が両方真っ赤に塗りつぶされていました。そして表と裏、それぞれの中心には同じ人物の名前が奇怪な書体で書き込まれていました。市川、夏美。え？私の名前。巾着袋にはさらにもう一枚切ってサイズの紙切れが入っており、見ると私の写った写真、おそらくクラスの集合写真から私の部分を切り抜いたものでした。頭が真っ白になって脱力し、床にへたり込みました。一体何が起きているのかさっぱりわかりません。なんで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 。ふと気づくと、浴槽の縁を内側から青白い2本の手が掴んでいます。そこからゆっくりと頭が持ち上がってきて、浴槽の中からカオルがこちらを凝視してきました。ろうそくの火に照らされた表情は口元はニヤニヤと笑いを浮かべていましたが、見開いたその相貌には激しい負の感情が宿っているようでした。バレたか。それだけ言うとカオルは姿を消しました。呆然自失状態から我に返った時、ろうそくは半分近くまで燃え進んでいました。そして半ば霞がかった頭で、全てを悟りました。カオルが呪いたいほど憎んでいたのは立花ではなく、私だ。胸の奥底に封じ込めてなかったことにしたはずのあの日々の記憶が、私の意思に反して浮かび上がってきました。あの頃カオルがいじめられていた時、私は何をしていた？そうだ。見て見ぬふり。自分がターゲットにならないようにひたすらカオルから距離を取っていたっけ。
私に幾度となく向ける助けての眼差しに気づいていながら、私は徹底的に口も聞かず、目すら合わせないようにして赤の他人を装ってた。それだけじゃない、立花たちが薫を罵倒した時、一緒になって笑った時もあったっけ。他のみんなと同じように。母親にいじめの件を話したけど、学校に連絡してとまでは私は頼んでなかった。自分が告げ口したと知られたくなかったから。どれほど薫は絶望しただろう。小さい頃からそばにいた親友の私に裏切られるのは、立花たちからのいじめの日ではないほどに薫の心を苛み、切り刻んだことだろう。ああ、そうか。薫にとどめを刺したのは他でもない、この私なんだ。ほんの少しでも寄り添っていれば、違った未来があったはずなのに。うわあ。部屋に戻った私は枕に顔を押し当て叫びました。そして何度もごめんねを繰り返しました。あれから2週間が経ちますが、薫はもう夢には現れません。だけど私には直感、いえ、確信があります。薫は諦めてなんかいません。そう遠くない日に彼女は何らかの形で再び私の前に姿を現すでしょう。そしてその時が、私の最後になるはずです。本来ならば家族に相談して、しかるべきところでお払いなどをするべきなのでしょう。でも、私にはそれができません。する道理が私にはないのです。運命に抗わずただ身を委ねること。それが自分で死ぬ勇気のない卑怯な私ができる、精一杯の償いです。それでもせめて、私が存在していた証としてこの式を残すくらいは、きっと許してくれると信じています。ね、薫。子供向け番組。初めて投稿します。私事で大変恐縮なのですが、映像関係の仕事に携わっておりまして、そのせいかよく不可解な現象、出来事、に遭遇することがあります。会社ではその不可解な出来事があると他言無用と決まっております。ですが、ここ最近、自分だけが心に留めておくにはあまりにも苦しくなってきました。勝手で申し訳ないのですが、吐き出させてください。拙い文章ではありますがよろしくお願いいたします。まだ、会社に入ったばかりの私は朝から晩まで映像の編集に追われていました。編集をしていると、時折変なものが映っていたり、変な音が入っていたりするのですが、私はそれをカットしたりなかったことにする作業をしていました。その中でも、2016年11月17日、木、に編集作業した映像が今でも忘れられません。その日の仕事はクライアントからいただいた映像を編集するというもので、映像自体は N-K 教育でよくあるような子供向け番組でした。お母さんと一緒に歯磨きの練習をするみたいなもので、お母さん役の方が子供たちと一緒に歯ブラシを口の前で、縦、横、と音楽に合わせてジェスチャーするというものでした。クライアントからは、変な声が入っているのでそれをカットするように、と言われました。変な声？ってどんな声だ？と思いつつ、指示された部分を見てみると、縦、横、とお母さん役の方がにこやかに言っているんですが、そのすぐ後に、後ろ？という男性の声が入っていました。映像は女性と子供しか映っていませんし、明らか不可解でした。しかもその、後ろ？という男性ののぶとい声が上ずっていて、馬鹿にしているような、そんな声でした。映像はその後も歯磨きジェスチャーを繰り返すのですが、その、縦、横、のフレーズが来ると決まって、後ろ、と声が入っていました。なんだかそれがとても滑稽で、最初聞いた時は笑ってしまいました。歯の後ろ、裏も磨けって言ってるのかな？とか考えながらその声を編集で消して納品しました。納品してから数日後、クライアントからクレームが入りました。音声がおかしい。と。私は会社の先輩とどこに不備があったか確認しました。お母さん役の方の、縦、横、のフレーズがすべて、後ろ、という男性の声に変わっていました。さすがにそれを聞いたときはゾッとしました。先輩からは、お前がやったのか？と言われましたがそんなわけありませんし、こんないたずらするわけありません。それに音声カット後の最終確認も先輩にしてもらっています。
気持ち悪いなぁと思いながら、元の映像を保存していたのでそちらを確認してみました。そちらは、縦、縦、横、横、と言っていたのでほっとしました。また同じように映像データを制作しクライアントに納品しました。他の仕事で時間もかなり押していて、時間は21時を回っていました。夜中だったのですが一応クライアントに謝罪の電話をかけました。留守電にでも、納品しました。すみませんでした。と入れておこうと思ったのですが、クライアントが電話口に出てくれました。私が謝罪した後、こんな話をしてくれました。この映像自体、品川の P スタジオってとこで収録したんだけど、収録した後すぐにキャストの子が事故っちゃってさ。スタジオから家に帰る途中、後ろから来た車に轢かれちゃって。助かりはしたんだけど、今半身不随なんだよね。撮影してた時もしきりに後ろを向いててさ、その子。もしかしたらその子にだけ聞こえてたのかもね。私は聞かなきゃよかった、と思いつつクライアントとの電話を切りました。切った瞬間。後ろ。という声が聞こえました。あの上ずったのぶとい声です。確実に私の後ろから聞こえました。会社にはもう私しかいません。今にでも走って逃げ出したいのに、30分くらいでしょうか、動くことができませんでした。先輩が忘れ物を取りに会社に戻ってきました。その瞬間糸が切れたように緊張状態が解け、私はわーっと先輩に今あったことを話しました。先輩からは、お払いに行った方がいい。とのことで会社のお金で軽神社でお払いをしてもらいました。お払いのおかげか、それから特段大きな怪我もなく過ごせています。でも、今でも会社で一人になると、この出来事を思い出します。だだだ。こんにちは、徳永です。前回の子供向け番組を多くの方に読んでいただきとても嬉しかったです。コメントもありがとうございました。職場でのモヤモヤをこうやって消化できるのは嬉しく思います。今回も職場であった出来事、2019年4月13日収録を書いていこうと思います。私は映像制作関係の仕事をしております。その日は仲良し家族を紹介するという企画番組の撮影でした。日テレの突撃隣の晩御飯みたいな一般家庭を訪問する番組ですね。収録内容はあるご家庭を訪問し、和やかな家族団らんを撮影するというものでした。もちろんご家族には事前に承諾を取っており、現場には我々撮影スタッフと番組のディレクターが訪問しました。家族構成はお父様、お母様、息子さんの3人家族で、息子さんはまだ3から4歳の小さなお子さんでした。お家は新築の一軒家でとても綺麗でした。機材の準備をしていると、ご家族の方、お母様がお茶を出してくれたりと、優しく、いい雰囲気でした。撮影段取りの説明中、お父様より、撮影 NG の部屋がある。と条件が出ました。どうやら、今の隣に仏間の部屋がある、そこは撮影しないでほしい。とのことでした。撮影前に間取りを確認するのですが、その際少しだけ仏間の部屋が見えました。6畳ほどの部屋で金色の仏壇のようなものが一つ、それ以外は何も置いてなかったのを記憶しています。実際撮影するのは今中心なので、仏間の部屋が映らないよう襖を閉めて撮影することとなりました。撮影が始まり、何のトラブルもなくスムーズに撮影は終わりました。機材を片付け、玄関前に駐車していた車に荷物を運び入れていた時、息子さんが外に出てきて、もう帰るの?と話しかけられました。うん、もう帰るよ。と返しました。その時、ダダダ、プンプンだよ。え?だから、ダダダ、プンプンだよ。私は直感的に、ダダダはお父さんのことだと思いました。お父さんが怒ってる?これは大変だ、と思った私は、すぐディレクターにそのことを伝えました。ディレクターは、ちょっと話してくるわ。と言ってもう一度お家に入っていきました。撮影スタッフ数人で、何か粗相があったか?と話していたのですが、すぐにディレクターが出てきて、徳永、ちょっと来て。と私だけ呼ばれました。私は冷や汗をかきながらディレクターと一緒に今まで行きました。今にはご家族3人がおりました。そこでお父様が笑いながら、怒ってないですよ、この子が変なことでも言いました?と息子さんを抱きかかえながらおっしゃいました。私はほっとして、息子さんが、ダダダ、プンプンだよー、
とおっしゃっていたので勘違いしてしまいました、と笑って返しました。その瞬間、お父様とお母様の表情が一気に曇っていくのがわかりました。ディレクターから、何か不安なことがあるならおっしゃっていただけると。と促したのですが、お父様から、いや、大丈夫です。と即答されました。腑に落ちないまま車に乗り会社に帰ることとなりました。ディレクターから、会社に戻ったらすぐに映像確認してくれ。と急かされたので、戻ってすぐにパソコンに映像を取り込み確認しました。結論から言うとちゃんと撮れていました。スタッフみんなで、ちゃんと撮れてるじゃん。と小言を言いながらも作業していた時、撮影スタッフの一人が、これ、これ、と映像を指さして大きな声を上げました。映像は食卓を囲んで家族3人が楽しそうに料理を食べている最後のシーンでした。最後のシーンでは家族の後ろに今飛ぶ妻を隔てている襖が映っています。閉めたはずの襖が5センチほど開いていました。その隙間から、歯を食いしばって目を見開いている真っ赤な人、人のようなもの、が映っていました。これ、何？誰？みんな唖然としていました。我々撮影スタッフは襖とは逆の位置から撮影していたので、撮影スタッフなわけがありません。家族も3人全員映っています。そもそも収録直前、仏間の部屋は誰もいなかったし、仏壇以外何もありませんでした。なのに、そこには家族を食い入るように見つめる真っ赤な何かがいました。その後、すぐにディレクターに連絡し、直接見てもらいました。ディレクターはカメラを担当していたスタッフに、撮っていて気づかなかったのか？と問い詰めました。カメラ担当は、気づかなかった。としか言えず、正直、全員気づかなかったのでみんな同罪です。これ多分、使えねえぞ。ディレクターがぽつりとつぶやきました。その時の会社の空気はおつや状態でした。今から撮り直しても放映に間に合わない、ということでディレクターがダメ元で番組プロデューサーに掛け合ってくれました。数時間後、このままで行く。という指示が出ました。私たちの、大丈夫なのか？という心配をよそに映像はそのまま放映され、案の定ある SNS で、誰か覗いてる、と数人の方が取り上げておりました。それに対して番組公式ホームページから下記のようなお詫びが出ました。本番組では撮影機材やスタッフの映り込みがあります。ご了承ください。まるで我々が映り込んでいます、と言わんばかりの文章に、これは納得がいかない、と撮影スタッフの先輩に文句を言ったところ、変なのが映っていた時の上トークだろ、と一蹴されました。そうなのか、と半ば納得しかけた時、先輩から、徳永さん、収録終わり頃ディレクターに呼ばれてたじゃん。何喋ってたの？息子さんから、お父さんが怒ってるって言われたんですよ。でも、怒ってなかったみたいで、なんか私が勘違いしてたみたいで。なんで勘違いしたの？だ、プンプンだよ、って言ってたからてっきり。先輩が首をかしげて何か考えているような素振りを見せた後、こう言いました。だ、俺が息子さんと話した時、お父さんのことはトットって呼んでたよ。え？私はようやくその時、ダを赤ちゃん用語のお父さんの意味だと勝手に勘違いしていたと気づきました。じゃあ、ダって何？怒ってるってもしかして映ってたあれのこと？鬼のような形相で映っていたあれがダなのか？あんなのがいる家にいてあの家族は大丈夫なのか？私はあれがどう考えてもいいものには見えなかったのです。いろいろなことが頭をよぎりましたが、もうあの家には行くこともないと思うと自然と考えなくなりました。ただ、あの時のご両親の表情は確実に何か知っている顔でした。ここ最近、別件であの時の一軒家の前を通ることがありました。売り家の看板が立っていました。またいくらかの時間が経ってしまった。姉についていろいろと書き記してきた結果、俺には一つの変化が起きていた。徐々に夢を見るようになったのだ。昔の夢を。本当は最初からそこにあったもの。ただ、俺が頭のどこかにしまい込んでしまっていたもの。過ぎてしまった日々を夢に見ながら、続きを知るすべきかを悩んでいる。開けてはいけないかもしれないものに触れるべきか、このまま深く閉じておくべきなのか。今年もまた春が来て、過ぎ去ってしまった。これもまた、閉じておくべき記憶なのかもしれない。忘れてしまいたいのか、覚えておきたいのか。
俺は決めることができずにいる。今日は箱の話をしようと思う。春が終わって初夏も過ぎようとしていた。青い鬼とまみえてさほど立たない、ある日の話である。まだ夏になりきる前の蒸し暑い初夏の日、青い鬼の一件からはすでに2週間ほど経とうとしていた。あれ以来、夢だったんじゃないかと思うぐらい平穏な日が続いていた。姉もいたって普通に、学校と家と図書館とを行き来している。父も最近は仕事が忙しい様子で、普通の家族のような日常を過ごしていた。俺はというと、学校近くの公園でこのみさんを待っていた。握った手の中には、青い鬼にまつわる怪現象に悩まされていた時にもらった、小さな白い紙の袋があった。これをこのみさんに返すのが、今日の目的だった。未だに俺を取り囲んでいたあの足音は忘れられない。青い鬼が姉と関わったことで消え去り、もうあれに、死者たちの足音に脅かされることがないと分かっていても、恐怖の記憶とその音は俺の記憶にしっかりと刻み込まれていた。それでも終わったと分かっているなら、2週間近く過ぎてしまったけれど、このお守りと呼べる白い袋はこのみさんに返すべきだろう。T 君と共に訪れていたあの異常な足音が、このみさんにこれをもらった途端パタリと止んだのだから、悪いものを寄せ付けない力があるのは俺にだってわかる。もしかしたら貴重なもので、本来ならこのみさんが自分の身を守るものなのかもしれない。あげると言われていたけれど、人でない恐ろしいものを退ける力があるお守りを、ただもらったままでいるのは悪い気がして、俺は姉にこのみさんへ、返したいものがあるから公園で会いたい、と伝言を頼んでいた。公園に着いてから10分ほど、時計は3時半になろうとしている。ぼんやりと時計を眺めていると。弟くん、こんにちは。うわ。いつの間にか背後までこのみさんが近づいていた。気配も足音もまるで感じなかったため、俺は飛び上がるほど驚いた。実際体はビクッと跳ねて、大げさに振り向く羽目になった。こんにちは。驚いた？すごく驚きました。このみさんは穏やかに笑んでいる。あの人は違って笑顔なのに、あの人同じようにこのみさんは綺麗な人形めいた不思議な存在感をしていた。もうほとんど夏の日差しだというのに相変わらず日に焼けた様子もなく、真っ白な肌をしている。サラサラとした黒く長い髪が、時折吹く風に少しだけ揺れていた。お守りを返そうと思って。お守り？これ、あの時くれたじゃないですか。俺は手の中にあった白い袋を返そうと、このみさんに見せる。ああ。と、今思い出したといった様子でこのみさんは小さく曖昧にうなずいた。これがあったから、俺すごく助かりました。ありがとうございました。差し出したが、このみさんが受け取る気配はない。少し考えるように首をかしげてから。弟くんは律儀だね。いいよ、返さなくて。それ、お守りじゃないから。不思議なことを言った。え？お守りって、大事に思ってくれてありがとう。弟くんがそう思ってくれるなら、それはお守りだから。持っててあげて。でも、貴重なものなんじゃ。弟くんのところでなら貴重なものでいられるね。だからお願い。持っててもらえるかな。はぁ？なんだか要領を得ない、よくわからない会話になっていた。お守りではないらしい。持っててほしいと言われれば、それ以上断る理由もない。じゃあ、もらいます。大事にします。うん、よろしくね。はい、とうなずいて、俺はポケットに白い袋をしまい込む。何かの粒を包んだ、白い紙の袋。お守りじゃないなら、これは何なんだろう。ざーっと急に強い風が吹いて、雲が陰った。このみさんは笑っている。人形のように真っ黒な瞳が俺を見ている。弟くんはいい子だね。にわかに雨が降りそうな気配になってきた。真っ黒な雲がすごい速さで空を流れていく。パラパラと雨粒が落ちてきた。雨宿りをしないとまずい様子に、俺たちは公園の東屋へ向かう。世の中には悪い子の方が多いのに。それは小さな声だった。聞き間違いだったかもしれない。けれど。おい、待てよ嘘つき女。つぶやかれた言葉を聞き返すより早く、やや低い少年の怒鳴り声が響き渡った。振り返ると、怒りに満ちた表情の男子中学生が立っていた。どこからか走ってきたのか、少し息が上がっている。お前のせいだ。お前のせいだろう。責任取れよ。怒りもあらわに、その男子中学生はこちらに向かって何かを投げつけた。と音を立てて、俺たちの足元に転がったのは5センチくらいの木の箱に見えた。すすのような何かで表面が薄汚れている。
一方的に吐き捨てはめき立てる姿に、このみさんはすっと表情を消した。悪い子。温度も何もない無感動な小姉は、まるで知らない人のようだった。ざわざわと鳥肌が立つ。何か良くない気配がする。何かが集まってきそうな気配。青い鬼の時に感じたのとはまた異質な、でも明らかにまずいものがいて、それが近づいてきて囲まれるような感覚。男子中学生は何も感じていない様子で、口汚くわめき続けている。ゴロゴロと雷が鳴り出した。悪い子はどうなると思う？誰に問いかけたという感じでもなかった。強いて言えば、宙に向かって話しかけていた。このみさんは少し歩いて、投げつけられ転がったままの箱のところへ行くと、それを軽く踏みつけた。少しずつ、少しずつ、細い足が踏んだ木箱に力をかける。と箱がきしむ音がする。一息に潰せそうなものを、ゆっくりと、ゆっくりと。どうなると思う？やめろ、このみ。箱がひときわ。と音を立てたその時、意外な声が割って入った。ゆきちゃん。ひとまず、それから足をどけろ。遠間の前だぞ、壊してどうする。降り始めた雨の中、傘を差した姉が近づいてくる。つかつかと近づいてきた姉は。持ってろ。と俺に畳んだ傘を渡すと、このみさんに向かってわめき続ける男子中学生に。やかましい。その顔の前でまるで猫騙しのように一発。と柏手を打った。俺たちの周りを取り巻いていた何かの気配が、一瞬で離れていく。あ、俺、あれ。尋常でなかった様子の男子中学生が、正気に戻ったように目をまたたかせた。実際正気に戻ったのだろう、自分が今何をしていたのか思い出したのか、みるみる青ざめていく。雨は本降りになり、雷は激しさを増す。俺たちは嫌おうなしに東屋に対比し。やっと捕まえたぞ、ケイ。何をやらかしたか、ようやくじっくり聞けるようで嬉しいよ。笑顔で激怒した姉と相対することとなったのだった。最初は鳥の声が聞こえたんだよ。東屋の椅子に腰掛けて何事かの始まりを待っていると、心底憂鬱そうな声でうめくように K さんは語り始めた。一週間ぐらい前の夜、家の外のどっか遠くから、ほう、ほうってフクロウみたいな鳥の声がしたんだよ。俺の家、住宅街にあるのに珍しいなって思って、窓開けて外見たんだ。でもまあ、フクロウだったとしてそんな簡単に見つかるわけないよな。やっぱり鳥の姿なんかなくてさ、どっかから聞こえてくる鳴き声のことなんか、あっという間に忘れたんだ。その日は。K さんの口調は重い。さっきこのみさんが踏んでいた木箱は、今は東屋のテーブル中央に置かれていた。土ぼこりがついたままの箱を姉が拾って、そこに置いた。なんか気がつくと聞こえるんだ、その方って声。しかもだんだん近づいてきてる。二日くらいはそんなこともあるかって思ってたけど、昼間に学校の中でも聞こえたんだよ。さすがにおかしいだろ？山のそばでもないのに。鳥の声が聞こえる。それがだんだん近づいてきた。それは確かに変わったことかもしれないけれど、そんなにピリピリするようなことだろうか。男子中学生があんな風に取り乱すようなことではない気がするが、姉もこのみさんも特に口を挟まずに話を聞いていた。どこからそんなもんが聞こえてきてるんだって気になって、声の方に行ったらさ、廊下の端に女子が立ってたんだ。そいつの口から出てきてるんだよ、その方って音。誰もいない廊下に、その女子は立っていたという。周囲を見回しても誰一人いない。放課後の部活動の時間だったから、たくさんの生徒がいるはずなのに。夕暮れの校舎、薄暗がりの中。ぽつんと立つ女生徒と二人きり。感情の読めない、鳥のような目でじっと計算を見てくる。すぐに身元でその泣き声がして、K さんは逃げ出したそうだ。恐怖で思わず振り返った時、女子はまだ遠くに立ったままだった。逃げてる間、ずっと俺を見てるってなんでかわかるんだ。夜に家の外からずっと聞こえてた鳥の声が、そいつの口から出てたんだよ。なんなんだよ、意味わかんねえ。人が鳥の声を真似してるんじゃなくて、鳥の声が人の口から出てるのよね。人の喉から出てるのに、人の声じゃないの。指摘したこのみさんを、K さんが睨みつけた。その女子は知った相手だったのか？姉の問いに K さんはうつむいた。知っているということなのだろう。相手は誰だ？いいっていう女子だよ。同級生の別のクラスのやつ。一ヶ月ぐらい前に、家まで押しかけてきたすげえ迷惑な女だよ。入学して割とすぐに告られて断って、
でもしつこく何回か告ってきて、断っても何遍も続いたから、さすがに迷惑だって言ったら、しばらく姿見なくなったから諦めたと思ってたんだ。そしたらある日いきなり家の前に立ってるんだぜ、勘弁しろって。結局帰ってくれって言っても聞かなくて、母親に見つかって、母親は母親で俺に付きまとってるのかってめちゃくちゃキレるし、散々だった。最悪。ストーカーというやつなんだろうかと、俺はちょっとゾッとした。よく知らない相手に付きまとわれるのはさすがに怖い。しかもその女子が、今度は何か別の生き物のように鳥の声を発して、夜な夜な家の外にいたかもしれないとなると、普通の人間のできることでもなくなってくる。あいつなんなんだよ。頭おかしいだろ。人間の形をしていても、人間とは思えないような何か。箱はどうやって手に入れた？手に入れたっていうより、知らないうちにカバンの中に入ってたんだよ。最初はそんなに汚れてなかった。意味わかんねえからゴミ箱に捨てようとしてたら、そいつがお守りをしてるのは良くないとか言い出すから、霊感女がいるから一応持ってたんだけど。そいつとこのみさんを睨む。怒っているような、恨んでいるような、怯えているような、なんとも言い難い表情だ。しかし、嘘つき女呼ばわりの次は霊感女ときた。中学校でこのみさんはそんな風に呼ばれているんだろうか。だって守ろうとしてるんだから、お守りでしょう。だから捨てても戻ってきたでしょう。お前なんでそれ知ってんだよ。K さんは激高した。立ち上がり、このみさんにつかみかかろうとした K さんがガクンとバランスを崩す。いってぇ、なんだ？椅子に戻り、左足のすねあたりを押さえている。K さんがズボンをめくって確認すると、そこにはすねを挟むようにして赤い点が楕円状に並んでいた。気のせいでなければ、何箇所かうっすらと血が滲んでいるように見えた。このみさんは無感動な目でそれを眺めている。まるで当たり前のことが起きただけ、といった感じで。箱を捨てた？捨てたよ。捨てたけど、またいつの間にかカバンに入ってた。気持ち悪い、こんなもんお守りなもんか。あの女は相変わらずいつの間にか遠くから俺を見てるし、鳥の声はやまないし。あいつ、俺のカバンを盗んだんだぞ。それで何しようとしたと思う？校舎の隅で俺のカバンに火をつけようとしたんだぞ。どこが守ってるって言うんだよ。お前が俺に変なこと言うからだろう。お前のせいでおかしくなってるんだろう。追い詰められているのだろうけど、K さんがこのみさんにぶつけたのは言いがかりとしか思えない理不尽な怒りだった。俺に何ができるわけではないけれど、こういう一方的な八つ当たりは見ていて腹が立った。ましてこのみさんのお守りに助けられた身としては、余計に K さんの言い分が不快だった。このみさんはお守りは大事にした方がいいって教えてくれただけでしょう。捨てたりしたから罰が当たったんじゃないんですか。なんだよ、お前。かばってんじゃねえよ。そいつはなあ、有名なんだよ。霊感があるとか、嘘ばっか言うとか、呪われてるとか、みんなに言われてるやつなんだよ。このみさんは嘘なんかつかないです。あからさまに不愉快といった顔で、Kさんが俺を睨む。さぞや俺のことが生意気な小学生に見えたのだろう。私の弟に構うな。それより K、今は自分の問題だろう。箱はどうやって、どこに捨てたんだ。触るのも気持ち悪いから学校のゴミ箱に捨ててやったよ。なくなれば変なことも終わると思ったのに、なんでどんどんおかしくなってくんだ。苦しげに顔を歪めた K さんは、どんどんと語尾を弱めていった。捨てたのは2回、それは3箱目だろう。学校にそんなものを捨てるとは、余計な真似をしてくれる。姉が東屋の机の上に、2つの木箱を投げた。と音を立てて転がったそれは、すでにあった箱とほとんど同じものに見えた。K さんは恐怖の表情を浮かべ姉と箱との間で、視線を行ったり来たりさせていた。悪い子。このみさんが囁くようにつぶやく。同感だ。おかげで余計な被害が学校で出た。お前のせいだぞ K。箱捨てたぐらいでなんだってんだよ。反省もしない、悪い子。バカに構うな、このみ。だが、このままじゃ私たちが迷惑だ。放っておけばいいのに、少しすれば元通り静かになるでしょう？いつになれば収まるか、はっきりしない。いつなのかは、ゆきちゃんわかってるくせに。このみさんは立ち上がった。自分の荷物をまとめると。私は悪い子は嫌い。無駄なことも嫌い。だからその子のことは知らない。手を貸そうとするゆきちゃんは物好きだと思う。私もそう思うよ。姉は肩をすくめた。悪意には悪意が変える。恨みには報い。私はあなたのことどうでもいいけど、助かりたいなら助かる努力は必要。多分わからないあなたには無駄だけど、
K さんに言い残し、この美さんはそのまま東屋を出て行った。いつの間にか雨足は弱まっていて、今は明るい午後の光の中、わずかに雨粒が落ちるだけだった。離れていく姿を目で追っていると、妙なものが見えた。この美さんが歩く道の脇、地面に溜まった水たまりがくちゃくちゃと不思議に水しぶきを上げる。雨粒が水たまりに落ちているにしては、不自然な水の跳ね方をしていた。この美さんの周囲だけをつかず離れず、取り巻くように移動して見える。この美さんが遠ざかり、やがてそれも見えなくなった。何だったんだろう、目の錯覚だろうかと俺は首をひねった。残されたのは俺たち三人と、東屋の机に転がった箱が三つ。さて、K、助かるには努力が必要だそうだ。お前の努力は、助かるに足りると思うか？再び雨足が強くなってきた。激しい雷が音もなく空を割る。あまりに強い稲光が目を焼いて、わずかの間景色が見えなくなった。たたられなかった幸運を、まずは感謝するんだな。再び見えるようになった視界に、信じられないものが映った。東屋の机に転がった箱が、三つとも真っ黒に焼け焦げていた。煙こそ上がっていないものの、完全に炭化している。普通の世界は遠く、ここはもう境界の向こう側。と黒く焦げた箱の中、何かが音を立てた。ここはどこだろう。暗い夜の道を俺は歩いていた。電灯がぽつり、ぽつりと点灯しているが、それでも足元を照らすにも足りないほどのわずかな光でしかない。やがて俺は一軒の家にたどり着いた。家の中も明かりはついていないようだ。その辺によく立っている外観の同じ家へ。その中の一軒を選んで、玄関の扉に手をかける。やけに冷たいドアノブを回して、俺は家の中に入った。やはり中は暗い。だけど妙に室内ははっきり見えた。靴を脱がずに廊下を進むと、突き当たりでキッチンらしい部屋に出た。暗いキッチンに女の人が立っている。肩甲骨のあたりまで、癖のある髪が伸びている。知らない背中。見たことのない人。時々、包丁を使って何かを切る。という音がする。女の人がこちらをゆっくり振り返る。うつむいていて顔は見えないが、エプロンが汚れていた。手に握った包丁も液体で汚れている。嗅いだことのない嫌な匂いがした。どうして？女の人がつぶやく。ゆっくりと顔を上げる。もう少しで顔が見える。女の人の背後にあるまな板の脇に何かある。綺麗な四角形。見たい、あれの中身が見たい。どうして言うことを聞かないの？女の人は怒鳴っている。口の両端がつり上がって、怒鳴りながら笑っている。女の人が顔を上げ切った。でも目が合わない。目がない。目があるはずの場所は空っぽで、真っ暗な穴が開いていた。涙みたいに黒い液体が穴から溢れる。悪い子は取り替えっこしましょうね。女の人の手が伸ばされる。目の前の女の人の口から、鳥の声が溢れ出た。バチッと目が覚めた。心臓がバクバクしていてとても苦しい。夢？夢だったのか。あんな夢を見たのは初めてだった。深く息を吸おうとするが、苦しいだけでうまく呼吸ができない。手足が痺れている。頭が痛かった。体がうまく動かないので首だけを回して周囲を見る。時計は朝の7時を指している。ちゃんと朝だったことにほっとしたが、すぐに違和感を感じてもう一度あたりを見渡した。部屋のドアが開いていて、父が無言で立っていた。無表情に立ったまま、俺をじっと見ている。おはよう。なんとか声を絞り出して、場違いな挨拶をする。喉がカラカラで俺の声はガサガサだった。父は何も言わない。ただじっとこちらを見ていた。背を向けると無言で離れていった。足音からして一階へ降りていったようだった。止めていた呼吸をふーっと長く吐き出す。ようやく体が動いた。なんなんだよ。起きたばかりなのにものすごく疲れていた。トーマ、入るよ。姉が声をかけて部屋に入ってきた。日曜日だというのに姉は中学校の制服に着替えていた。見慣れたその姿を見て俺はようやく現実感を取り戻せた。すぐに来れなくてごめんね。ベッドの端に腰掛けて、姉が俺の額に手を当てる。熱は出てないみたいだね、よかった。隣の部屋に聞こえるぐらいうなされてたんだよ。あの人がいるから、すぐに来れなかった。ごめんね。姉ちゃん、俺変な夢見た。わかってる。出して、出してって、すごい声だった。お母さんは？ご飯作ってるよ。お母さんを責めないでね。お母さんにはこういうことは聞こえないんだ。
お母さんは教会のあっち側だから。遠間だって普段はちゃんとあっち側にいるんだよ。境界線のあっちとこっち。俺が今いるのは、普段とは違う場所なのか。俺を見下ろす父を思い出す。普段からにこやかな人ではないけど、あんな風に物でも見るような目で見られたこともなかった。あんまり時間がないのかもしれない。遠間、辛いかもしれないけど、起きられる？うん。姉が手を当てている額から、じわじわと違和感は抜けて体は楽になっていっていた。恐怖感も頭痛も消えたので体を起こす。今は普段と変わらずに動けそうだった。じゃあ、朝ごはんを食べたら K の家に行くよ。連れて行ってもらえるのか。意外な姉の言葉に、俺はびっくりして姉をまじまじと見た。いつもなら。おとなしくしてろ。と俺が奇妙なことに関わることを嫌がるのに。K は多分忠告を聞かなかった。助かろうと自分で何も努力しなかったか、もっと悪いことをしたか。姉は俺の額から手を離すと、ぎゅっと膝の上で拳を握りしめた。助かりたいなら、助かる努力は必要。わからない奴には無駄、か。好みの言う通りになるのか。握りしめた拳に視線を落としたまま、姉は言った。二人とも、朝ごはん食べなさい。階段下から俺たちを呼ぶ母の声がする。日常のやりとりのはずなのに、どこか遠くから聞こえているような気がした。行こうか。うん。なんだか妙に心細い。悪意には悪意。恨みには報い。このみさんが言った言葉が、頭にこびりついたようだった。K さんの家がある住宅街は歩いて10分ほどの割と近くにあった。いつもは通らない細い道を姉の案内で進む。進むうちに、俺は嫌な汗をかいていた。今朝夢で見た光景。夢で見た、知らないはずの家がそこには立っていた。唯一違っているのはこれから工事でもするのか、家を囲うように足場が組まれていたことだった。姉が躊躇もなく、と呼び鈴を鳴らす。しばらくして、不機嫌な様子の K さんが、と玄関を開けた。おはよう。おう、親いねえから、上がれよ。K さんの機嫌はいいようには見えなかった。一瞬俺たちを睨むようにして、それから家の中へと迎え入れた。俺は恐る恐る中へ入ったが、そこは夢で見た家の中とはまるで違っていた。建ててまだ新しいことが伺える綺麗なフローリング。清潔そうな壁紙。俺の部屋2階だから。夢の中の家は、床は古そうな木材で壁もなんだか薄汚れていた。K さんの部屋は玄関から入ってすぐ左手側の階段を登った2階にあり、夢の家には階段は見当たらなかった。意味がわからないが、やはり夢はただの夢ということなのかとなんだか拍子抜けしていると、姉は玄関から入って突き当たりをじっと見ていた。突き当たりは白い壁が広がっていて何もおかしなところはない。けれど姉の視線はそこを見つめている。こわばった顔でそこを見つめていたが、K さんに促されて俺たちは2階へと上がった。K さんの部屋はあまり片付いているとは言えなかった。いつも見ている姉の部屋が整然と片付いているので、余計にそんな気がした。散らばった教科書や漫画本、雑に脱いで椅子にかけてあるままの制服。物を適当に部屋の隅に避けたといった感じで、中央には一応座卓と座布団があった。神社には行ってないんだろう。座布団に座りながら姉が切り出すと、K さんは、うるせえな。と返した。こんな小さい町で変なことがありましたって神社に行けるかよ。あっという間に噂になって、後ろ指刺されるっつうの。大体祭りの時にしかいない神主に、何頼めって？お祓いか？鳥女に付きまとわれてるって？ K さんの言い分に姉はため息をついた。私は神主さんに会えとも、お祓いを頼めとも言っていない。神社にお参りをしろと言ったんだ。同じだろ。違う。あの雨の日、別れる前に姉は K さんに4つの指示を出していた。神社にお参りして自分が今までに考えなしに言っていた暴言について懺悔し、今後の行いを改めると誓ってくること。それを守ること。その証拠として、今 K さんを悩ませている E さんという女子の家に行って、ひどい振り方をしたと心から謝罪すること。謝罪ができたら神社に戻って、3つの箱を沈めてくれるよう深くお願いすること。親のアルバム、特に母親のアルバムを探しておくこと。箱はどうした？壊そうとした。金槌でぶったたいてもダメだったけど、見たくもないからカバンに放り込んである。持って帰ってくれよ。お前は、本当に救いようがないな。もういい。アルバムは？あったよ。そんなもんがなんだってんだ。K さんは床の隅から2冊の分厚いアルバムを引き寄せて、
座卓に乱暴に放り投げた。K さんの横柄な態度に、俺はだんだんと腹が立ってきた。T 君は姉であるめぐみさんを助けようと、自分なりに必死に努力をしていた。それに比べて K さんはどうだ。文句を言うだけ、自分では何もしない。なのに、厄介だと分かっている箱は無責任に姉に押し付けようとしている。姉は特に気にした様子もなく、目の前に放られたアルバムをめくり始めた。親の世代のアルバムだから厚い台紙に写真を貼り付ける型式の古いものだった。カラー写真だけどあまり綺麗ではない。写真の大きさも小さかった。K さんの母親だという人が子供の頃の写真がいくつも写っている。おじいちゃんおばあちゃんと野菜を撮る写真。公園で遊ぶ写真。お母さんお父さんと遊園地に遊びに行ったのだろう写真。その中に、キッチンというよりは台所でお母さんの料理の手伝いをする一枚があった。俺は思わず息を飲んだ。夢に出てきた、女の人が立っていたあのキッチンにそれはよく似ていた。次のページをめくった姉の手が止まる。七五三か何かだろうか。着物を着てめかし込んだ少女が、綺麗な組木細工の箱を手に持って小首をかしげ、ポーズを取った可愛らしい写真が貼られていた。組み合わされた木で綺麗な模様が色々と描かれたその箱は、とても高価そうに見えた。他にはマリア扇を手に持ち、すまし顔や笑顔で写った少女が続いている。へぇ。興味深そうに姉はそのページをしばらく眺めていた。気が済んだのか、一冊目の三分の二ほどを確認した後二冊目へと移る。二冊目は手早くめくっていく。今度は大人になった姿の女の人が写真に記録されている。何気ない日常の写真から結婚写真に続き、赤ちゃんを抱えた写真が出てきた時、姉の手が再び止まった。そこには幸せそうな女の人と、小さな赤ちゃんと、めいめい、R、と筆文字で記された紙が病室に貼られたものが写っていた。これは誰？ K さんとは違う名前の赤ちゃん。K さんもその写真に驚いたのか身を乗り出して覗き込んできた。知らねえ。写真の隣に手書きで添えられた紙に、〇〇年バツバツ月、R 誕生、と記されている。K さんは一人っ子だという。ただいま。一階から女の人の声が聞こえた。ゲイ。と K さんが顔を歪める。ババア、もう帰ってきやがった。お母さんか。そうだよ。母親に対する言葉に俺はびっくりした。自分の親にババアなどと呼ぶなんて、俺の家では考えられないことだ。それとも、他の家ではそんなものなのだろうか。お客さんが来てるなら麦茶ぐらい出したんでしょうね。うっせえ。ほっとけよ。何度も思ったが K さんは口が悪すぎる。それに態度も横柄で乱暴だ。こんな人に姉が力を貸すのかと思うとうんざりした。誰かを嫌いだと思うことは少ない俺にしては珍しいことだった。すぐに階段を登る音が聞こえてきて、ドアが、と開けられた。お盆に三つの麦茶を乗せて、K さんの母親が入ってきた。やっぱり女の子が来てたのね。え？聞き間違いかと思うような小さく早いつぶやきだった。はじめまして。お邪魔しています。はじめまして。姉が床に手をついて頭を下げるのに続いて、俺も頭を下げる。祖母の教えで、俺たちはよそのお宅に遊びに行った時はこんな風に挨拶をする。祖父母の家から出て離れてはしまったが、教えてもらったことはこうやって俺たち兄弟の中にしっかり残っている。もう3ヶ月以上会っていない。父が嫌な顔をするからだ。あらあら、ずいぶん丁寧な子たちね。はじめまして、K の母親です。頭を上げて、俺は目を見開いた。癖のある長い髪。夢で見た女の人によく似ている気がする。夢では顔は見えなかったけれど。それ以上に俺が驚いたのは、K さんの母親が俺の母よりは10歳、下手をすると15歳以上は上だろうと一目で分かったからだ。何歳ぐらいなのだろう。失礼だろうけど、シワの多い、くたびれたように見える顔は俺の母に比べて随分と老けて見えた。そのあたりもあって、K さんはババアなんて呼ぶのだろうか。どうぞ。と麦茶を出した K さんの母親が広げられたアルバムに目を留める。いやだ、なんてもの見てるの。恥ずかしいじゃない。手早く座卓の上のアルバムを片付けて、麦茶が出される。どうぞ、ゆっくりしていって。いえ、もうおいとましますので。あらそう？お昼が近いものね。お家の方が心配するかしら。はい。そう。と言って K さんの母親はアルバムを持って部屋を出て行った。せっかく出してくれた麦茶に全く口をつけないのも失礼かなと思って手を伸ばすと。飲むな。と姉に短く制止された。姉は厳しい顔をしている。箱。
あ。箱をよこせ。あ、あ。持ってきた布のバッグに手早く三つの箱を入れると、姉は立ち上がった。なんだよ。お前、何にもしてねえじゃねえか。引き止めた K さんに姉は。K? お前は間違いなく母親に愛されている。は?なんだよいきなり。神社に行って、E さんにかけた言葉を謝罪しろ。お前にできることは、もうそれだけだ。それだけを言って姉は部屋を出ていく。おい。K さんの怒りに満ちた声にも振り返らない。俺も姉に続いて部屋を後にした。K さんは追いかけては来なかった。そのまま K さんの家を出る。家の人への帰りの挨拶は珍しいことにしなかった。外に出ると眩しい日差しが照って、部屋の中との明るさの違いにクラクラとめまいがした。石を詰め。姉が何事かをつぶやいた。石を詰め石を詰め石を詰め。低く小さなつぶやきだった。行くぞ。K さんの家への訪問はそんな風に終わった。帰り際に振り返ると、2階の窓から K さんが俺たちを睨み見下ろしていた。姉は振り返らなかった。それからちょうど1週間後。月曜日の早朝、姉は親が起きるより早く一度外に出て、すぐに部屋に戻ってきた。時計を見るとまだ5時半だ。ドアが開く音で目を覚ました俺は、何事かと部屋から姉の様子を伺った。階段を登ってきた姉の手には、何か数枚の紙が握られていた。どうしたの?お手紙。見るか?封筒にも入っていない紙をひらひらとさせて、姉はあの暗い笑みを浮かべた。目が笑っていない。何かをあざけるような、諦めるような、怒っているような、それらが混ざった表現しがたい表情で姉は言った。見る?俺たちは姉の部屋でそれを見ることにした。姉は部屋に鍵をかけて、床にそれを広げた。わらばんしだろうか。乱雑に書き殴られた、大きさのまとまらない字が目に入ってきた。せっかく遠い場所に来たのに、あの子は死にました。誰も私の家を知らないのに。私の腕にはあの子の重さと、まだ温かい体が冷たくなっていく感触が残りました。忘れられない。忘れられない。忘れられないんです。あの子をどうするつもりですか?どうするつもりだ。渡さないからお前たち余計な女は近づかないでください。大事なあの子はここにいます。あの子は私のそばにいます。死んでしまったけど、ずっと一緒。私の大事なあの子はずっと一緒。離れたりしないの。だから私たちは幸せ。邪魔をするな。離れることはないの。誰も私たちを引き離すことはできないの。私たちは箱の中。幸せ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 でたまらない。消えろ。クレヨンを使ったのだろうか。何枚かの紙に揃わない大きさの字でめちゃくちゃに書かれたそれは、見ているだけで目が回りそうなものだった。最後の一枚だけ、ボールペンの綺麗な字で。消えろ。と一言書かれて終わっている。意味がわからなかった。怪文書としか言いようがない。これが家のポストに入っていたのだろうか。気持ち悪くて全身に鳥肌が立つ。姉は部屋に置いていた布バッグを引き寄せて中を確認した。黒く焦げた三つの箱は未だにそこにあった。どうするの?どうにかするのは K であって、本当は私じゃない。それでも。それでも、の続きは語られなかった。姉は紙をひとまとめにすると、ぐしゃぐしゃと一つに丸めてゴミ箱へ放り投げた。一階から朝ごはんを告げる母の声が聞こえる。そんなに時間が経っていたのかと驚いて時計を見ると、いつの間にか7時になっていた。完全に時間の感覚がおかしくなっている。食事をしたら好みのところに行く。解決は多分しないんだろうが、E さんのことだけでもなんとかしないと。着替えをするからと姉の部屋を追い出された。K さんにつきまとっているという、鳥の声を出す女性と。E さんには会ったこともない。どうにかできるのだろうか。早く降りてきなさい。という日常でしかない母の声が、今は異物のようだった。このみさんはいつも会う公園に佇んでいた。ね、無駄だったでしょう?開口一番、このみさんは姉に向かってそんな風に語りかけた。手を貸そうとしても、私たちの手を跳ねのける人がほとんど。わからない、見えない、聞きたくない。だから自分では何もしない。ゆきちゃんの親切は、差し伸べなくてもいい手を伸ばして、振り払われに行ってるようなものだよ。稲穂を垂らす方、白木重心の主に、お願い申し上げる。脈々と血に継がれる箱を、子に賜りたく、箱の声に触れた者にお慈悲を賜りたく、捧げ物にこの。やめて。このみさんが遮った。そんなことをしなくても、ゆきちゃんのお願いなら聞いてあげる。
友達だから。ゆきちゃんは、私の友達だから。助かる。ありがとう。E さんはかわいそうだから、少しだけ手を貸してあげる。好きになった人が、危ない目に遭いそうだから助けようとしただけなのにね。近づいたから、拒絶されて触りまで与えられて。それでも、助けようと伝えようとしてたのに。だから忘れさせてあげる。最初から E さんはあの子を知らなかった。だから気の触りも、箱の声も届かない。E さんには何も起こらなかった。私が手を貸すのはそこまで。悪い子のことは知らない。だってもう遅いもの。遅いか。無自覚に振りまいた悪意が、悪い子の道を決めただけ。あの子が生まれてから、今までの報いを受けるだけ。大事なものを大事にできなかった、身勝手で悪い子。悪い子は取り替えられても仕方ないよね。このみさんは夢のことを何も知らないはずだ。なのにあの女の人が言った。悪い子は取り替えっこしましょうね。という言葉を知っているかのようだった。このみさんが俺を見る。神様は夢を渡るんだよ。心の中を見られている、そんな気がした。ざわざわと風が吹いた。このみさんが空中を撫でるように手を動かす。行って。ひときわ強く風が吹いて、砂ぼこりが入りそうで目をつぶった。風が止み、目を開いた時には姉の手の中に綺麗な箱があった。Kさんの家で見た写真に写っていた、女の子が持っていた組木細工の箱だった。すごいな。すごくないよ。私の家もあの女の人と似たようなものだもの。しかしいいものなら簡単。少しあっちが弱かった、それだけ。姉とこのみさんのやりとりはわからないことだらけだった。貴重なものが手に入った。礼を言う。姉はカバンから白い布を取り出すと、組木細工の箱を丁寧に包んで、またカバンへとしまった。そんなものでもゆきちゃんの役に立つなら何よりだよ。私ちょっと疲れたから家に帰る。お礼に送ってくれる？そんなことでよければ、いくらでも。遅刻するかもよ。まだ早いから好みを送っても遅刻しない。それに一回遅刻したせいで目くじらを立てられるような生活を、私も遠間もしてないから問題ない。ゆきちゃんたち真面目だから。このみさんが笑った。人形のようなこのみさんが、初めて人間に見えた。そこにいるのは、ただの姉の友達の一人だった。友人同士が笑い合う、普通の光景が広がっていた。神社に向かうような、ちょっと小立の中の小道の先にこのみさんの家はあった。木々の薄暗がりを抜けた先にポカリと、急な明るさにめまいがする。じゃあね、弟くん。何事もなかったようにあっさりと、このみさんは自宅へと帰っていく。ごく近場に並んだ、えらく古めかしいが大きな家と近代的な2階建てのこじんまりとした住宅。その新しい方の家へ入っていく後ろ姿を見送って、俺も帰ろうかとキビスを返しかけた時、何か変なものが視界に入った気がして俺は足を止めた。何が意識に引っかかったのかわからず、しばらくキョロキョロと辺りを見渡す。家が2軒とその周囲に小さめの畑。50メートルくらい離れているだろうか、しばらく先に他の住宅が数軒並んで立っている。あっち側にも道があるのに、わざわざこのみさんは小立ちの細い道を通ってきたのかと不思議に思ったが、数軒並んだ家の前に敷かれた舗装された道は、ここまで届くことなく途中で不自然にふつりと切れていた。切れた道から先は、こちらに向かってかろうじて細い砂利道が通っていたが、その両脇は雑草が茂っていて、手入れがされている感じではなかった。道があるのに、途切れている。なんだか不思議な場所だった。だが、俺の視界をよぎった変なものは多分あの道じゃない。再びゆっくりと辺りを見渡した時だった。背中にじっとりとした視線のようなものを感じ、背筋に鳥肌が立つ。ゆっくりと振り返ると、古めかしい家の戸口が、人一人分ぐらいの隙間を開けていた。戸口の先は暗い。時代に取り残されたようなわらぶき屋根と色のすすけた木でできた、今にも崩れそうな、かつては立派であった気配を感じさせる家。真っ暗に見えた戸口に、何か動くものがあった。顔が、覗いていた。K君のお母さんの顔。ただし夢で見たのと同じように、目玉が入るべき場所には真っ黒な穴が開き、そこから黒い液体を流していた。唇を吊り上げて笑う異様な顔が、首から先だけ薄ぼんやりと浮かんでいる。おぞましい。見ている。見られている。見るな。姉の声がして、手のひらで目元を覆われた瞬間。けん？と激しい悲鳴のような音がした。姉の手がどけられたその先、古い家の戸口は先ほど見たのが夢か幻だったかのように何事もなく閉じていた。俺は何を見たのだろう。何を聞いたのだろう。
覆われた視界のその先で、姉はあの暗がりに何を見たのだろう。ぽつりと他から切り離されたような二軒の家に、言いようのない不安が込み上げた。姉ちゃん、ここって何？漠然とした問いかけだったと思う。けれどそれには、きっぱりとした答えがあった。両方とも、好みの家だよ。眼下の真っ暗な女の笑う顔を思い出す。ここが両方とも好みさんの家だというなら、あれは何だったのだろう。神様をお祭りしているのに人から妬まれて、違うものとして伝えられてしまった、悲しい場所だよ。さて、と。最後は K の家か。K さんは姉の忠告を聞いたのだろうか。多分、姉と好みさんの口ぶりから考えるに聞かなかったのだろう。だとしたら、今どうなっているのか。すっかり夏空に変わってきた空の下を歩く。姉にはすでに結果がわかっているようだった。やがて K さんの家にたどり着く。工事は終わったのか、あの日見た足場はすべて片付けられなくなっていた。代わりに異様なものが目に入った。すべての窓に、防犯を意識した格子というにはあまりにも仰々しい、鉄格子と言えるようなものが取り付けられていた。1階の窓にも、2階の窓にも、空気を通すためか窓は開いていたが、開放感はまるで感じず、ひたすらに威圧するような圧迫感があった。2階の窓にちらりと人影が映る。計算だった。ぼんやりとこちらを見て、指を吸っている。まるで幼い赤子のような表情で。その後ろから K さんの母親が近づいてきて、ゆっくりと背後から K さんを抱きしめた。大事なものを守るように、慈しむように。R くんご飯食べようか。風に乗って小さく声が聞こえる。K さんはこくりとうなずくと窓の奥へと引っ込んでいき、ついには誰も見えなくなった。家もまた、一つの箱か。姉は K さんが消えた窓を眺めていた。それっきり、K さんの姿を見かけることはなくなった。ただの一度も。その日の夕方のことだ。昼の陽気とは打って変わって、雨の降り出しそうな重たい雲の下、俺と姉は帰路についていた。空を何度も稲光が走る。ゴロゴロという音のしない、不思議な稲妻。自宅が見えて、そのそばに誰かが立っているのが遠くから伺い知れた。近づくにつれ父親であることが分かった。ただ立っている。何をしているのだろう。少なくとも、俺たちの帰宅中の天気を心配して出てきたわけではないだろう。いよいよ家の前に差し掛かり、ただいま、と一応声をかけてみる。が、父の目は姉に一心に注がれていた。1分か2分か、家先で俺たちは立ち尽くしたままだった。やがて目の前で父の口が笑みに歪んだ。感動、感動、感電、感電。その声と言葉に俺は恐怖した。ビデオテープの音を無理やり引き伸ばしたような、ざらついて不快な、赤い鬼の声。それは姉がまだ小学生の時に俺が聞いた、姉には伝えていない鬼の言葉だった。父の口から、喉から、鬼の声が聞こえた。それだけを言うと、父はぼんやりとした様子で家の中へ入っていった。家もまた一つの箱だというなら、ここは鬼の箱の中なのだろうか。姉は無表情に家を眺めていた。何を考えているかはまるでわからない、温度のない眼差しで。先日の話だ。久しぶりに実家へ寄る機会があったので、ついでに K さんの家まで足を伸ばした。今はどうなっているのか、遠目でいいから確認したかった。だが、そこに家はもうなかった。ガランドーの空き地、売り地の錆びた看板が、ポツンと置かれている。あの日の光景が頭をよぎる。鉄格子の向こうで、ほうけた顔で親指を吸っていた K さんの姿が。もはや二度と会うこともないのだろう。境界を越えてしまった人たちはどこへ行くのだろうか。暗がりの境界線を歩く、あの日の姉が頭の中で笑う。幸せでたまらない。ぐちゃぐちゃに書かれたクレヨンの文字。人の幸せの形はそれぞれで、わかりやすい不幸の形とは違い、他者が本当の意味で理解することはできないのかもしれない。鬼の形をした不幸、それならあの頃の姉の幸せは何だったのだろう。鬼の姿がチラチラと、境界線はどこまでも続いていた。それはまた、別の話で。目は覚めましたか？朝の準備をして、仕事や遊びに取り掛かりましょう。では、またねー。